そして、もう一つ大事な点、じゃあ男系男子を決めて矛盾なくいったかって問題ですね。で、これ、結論から言うと、男系男子継承というのが今の高等の危機を作ったのは間違いないんですね。何かというとですね、男系男子継承っていうのは2つの仕組みで支えられています。1つは近親結婚です。で、これは先ほどちょっと名前を出した軽視例でも言われてるんですけども、男系を維持するには他の男の血が入らないようにするっていうことで、皇族の女子はですね、皇族が基本的に皇后になってくる仕組みだったんで、皇族の女子は天皇の代から考えて、大体3世から4世までの皇族と結婚しなさいという決まりがあったんですね。で、これで外の血が入るのを防ぐと。これ近親結婚なんですよね。で、5世になると、明治以降もそうなんですけどね、まあ、5代目になってくると、これは皇籍から外れるっていうルールがあったんです。皇族で亡くなって家族になったりね、それを明治以前だと公卿になったりするんですけどね、まあ、そういう形でやっていたと。でも、この近親結婚が非常に遺伝学上もよろしくないということはね、もう今や世界的な認識ですよね。それからもう一つは側室制度です。明治天皇はもう明治時代ゆえにね、これから天皇中心の世の中ね、自分たちがこう、例えば明治の元勲たちも元勲たちもそうだし、役人たちがないと天皇中心やっていかなきゃならないから耐えちゃ困るんだということで、側室を15人も作ったんですね。明治天皇が側室15人くれって言ったんじゃなくて、15人つけたんですよ、身分として。結構高位のいわゆる有名な武家の娘とか、そういう人たちをですね、官女ですからね、公務員扱いで、ずっとおそばめっていうことでつけて、正室である皇后のほかに15人つけたわけですよ。その中で大変多数の子供を産んでるんですけども、これがですね、実はね、いろいろ問題になったんですね。何かあったらですね、次の代の大正天皇と貞明皇后両方ともですね、皇室典範でいうと諸子っていうんですけどね、非嫡出子、いわゆる正妻の子供でなかったんです。で、そうするとね、皇族の場合でも嫡子と諸子っていう区別があって、嫡子を優先するっていうのがあったんですけど、実は明治天皇には嫡子がいなかったんですよ。それで年号とかいろんなのを決めてですね、大正天皇になったんですけども、子供自体は非常に差別されるんですね。皇后も、貞明皇后なんですけどね、非嫡出子だということで差別されて、大正天皇はね、自分たちはそういう差別を見たくないということで、側室持たなかったんですね、大正天皇はね。で、その大正天皇と貞明皇后が生まれた昭和天皇はですね、両親のそういう思いを受け継いでいて、側室絶対反対だったんですよ。で、しかも、皇太子時代にヨーロッパを歴訪してですね、ヨーロッパの、王族は全てですね、そういうことを排していて、基本的には一夫一婦制になっているということを見てきてですね、お帰りになって皇太子時代からですね、もう内大臣に対してですね、この制度をやめるべきだと。で、すべて女官は通勤制にすべしと、住み込みはダメと、おそばめなんてとんでもないという話をして、まあ、これなかなか解決しなくてね、まあ、でも昭和天皇がですね、皇位を継いだときに一応そういう制度になってます。しかし、その後もですね、なかなか今の上皇陛下は生まれなかったもんですから、やっぱりおそばめ復活させるべきじゃないかということを、まだ生きていた明治時代の元勲たちが言って、でもそれを断固拒否してですね、貫いたということなんですね。しかし、これで考えてほしいんですけどね、昭和天皇の時にですね、側室排除をすると。で、その後ですね、戦後はですね、今度は皇太子、いわゆる上皇陛下の配偶者はですね、民間から求めたということになると、これ男系男子のね、継続のね、存立的な物質的な保障がなくなっちゃったんですよ。で、昭和天皇はそれを進めたんですね。つまり、もう男系男子継承っていうのはなくなっていく方向が、もう戦争前から決まってたんですよ。それをこれね、維持する、存立基盤がないのに維持するっていうのはね、これはもう皇位継承ができなくなるっていうことであって、事実上これは皇室をですね、なくしていく方向だと。これが、まともな学者の判断ですよ。これはやっぱりね、きちんと見ていく必要あるし、例えばね、あんまり出すと悪いんだけどね、ある意味友人関係なんだけどね、ある参議院議員がね、皇位継承どうするんですかっていう時に、公にね、いや、側室をどんどん作ったらいいですよって、今の時代言った人がいるんですよ。で、その人知ってるから、呼びつけて、私説教したんですよね。あなた、昭和天皇の実績知らないの？昭和天皇のこと知らないで何、皇室のこと語ってんの？だいぶ説教したら、訂正発言しましたね。時代錯誤でした。当たり前ですよ。女性を何だと思ってんだ。
側室をだってあなた公務員できるんですか、そんなことも考えないで言ったんですよ、ね、おめかけさんを公務員にするなんて国どうになるんですか、日本がどういうふうに見られるか、国際的にね、こんなことはね、男であろうと女であろうとね、認められないですよ。でもね、こうなっていくとね、そうなっちゃうんですよ。だってこういう議論もあるんですよ。ベビーでやればいいでしょう、冗談じゃないですよ。そんなことまでしてね、どういうありがたみがあるのかね、皇室というものにね、そういうことがね、あるんです。だからそういう意味では昭和天皇ってのは非常に優れたご実績をね、この面でも残してる。本当にこの男系男子継承の非人間性をね、暴露されたということなんですよね。で、結局そういう形で、実はその辺を冷静に考えてですね、2005年小泉純一郎政権の時の有識者会議は、具体的にはですね、今のですね、雅子皇后陛下のご苦悩もあって、それを組んでですね、私ちょっと聞いてます、関係者が聞いて、証拠がね、今探してんで出ないんだけどね、実はね、本格的にね、橋本龍太郎政権の時から、これやっぱり女性天皇で行くべきじゃないかっていう議論はあったそうなんですね、周辺でね。これなかなかね、お子さん生まれないっていう不安もあるけれども、男だけに限ってたらね、これはもう早々に途絶えるぞという問題意識は橋本政権は持ってたそうなんですね。で、それで、まあ次の次ぐらいになる小泉政権でですね、有識者会議で、明確にですね、女系女性天皇容認直系長子優先という報告が出たと。これは実はですね、今でも宮内庁のホームページ見ると報告書全文出てます。で、これについてですね、一昨年だったと思うんだよね、やっぱり立憲民主党の議員がこれね、質問主張で質問してて、この報告書っていうのは取り消しがされたのかと、もう有効性ないのかって言ったら、そういうことはないっていう答弁でしたね。だからこれ生きてるんです。今回も陳情書を挙げていただく方、よく理解された方にはお願いしたんですが、やはり議論の出発点はこの2005年の有識者会議の報告書であるべきだと、いうことは、これを忘れちゃいけないと思いますよね。まあ、そういうことであります。だいたいですね、私の話したいことはそういうことなんですけども、ぜひね、これからもいろいろ勉強されてですね、行かれたらいいと思うんですね。で、なかなかね、この天皇の問題っていろんな本出てるけれども、これはっていう決定だみたいなのないんですよね。いろんな問題論じててね。私なんか、これ、名著だって言われる難しい本なんですけどね、これ、文春新書で出てるですね、皇位継承っていう本があるんですね。まさにこれがテーマなんですけどね。高橋宏という人と所勲っていう人の協調で、確か所さんって方かな、どっちか亡くなっちゃったんですよ。結構古い本で、それこそ2000年前後に月刊文藝春秋に出たものをまとめたものなんですね。で、これ2人とも男系男子派なんですよ。男系男子派だけども、真面目にですね、皇位継承の実績をですね見て、女性天皇なんで生まれたんだってことを書いたら、よくこういう実績を追っかけて、なんで男系男子継承がいいっていうのかな、不思議な本です。さっき言った持統天皇の恥もこれに出てます。どうやって推挙されたのかということも出てますし、あるいはですね、推古天皇なんかはね、律令制度ね、いわゆる日本に本格的に明文化された法律っていうものをきちんと作っていく上で一番大きな役割を果たして、で、そのですね、下に皇太子として聖徳太子がいてですね、聖徳太子が活躍したっていうのも推古天皇がね、バックアップしてのことなんですね。残念ながら聖徳太子の方は推古天皇より先に亡くなっちゃったんですね。だからこういう継承はしなかったんですけどね、まあ、女性天皇の実績もちゃんと見ればね、決してですね、なんか中継ぎで生まれたもんじゃない、ね、問題はですね、そういう女性天皇の道を明治時代になって、ですね、道を立って、戦後もそれが引き継がれてしまって、しかもジェンダー平等の世の中にふさわしくない、形になった。そして私は思うんですけどね、歴史を作って自分の好みに合わせて作ってですね、それを愛するってのは、これ一番愚かなことだと思うんですね。歴史改ざんってことをどこの国もやるんですよ。自分の国の政権とか王権のですね、正当性をね、主張するために歴史を作り変える。例えば日本書紀とかね、古事記ってのはそういう面があります。そういう面あるんだけども、ヒントはあるわけで、それをちょっと突き放して見ていくことが必要だし、私なんかからするといろんな歴史は全て疑ってね、もう一度ね、見直した方がいいと思ってるんだけども、その上で大事なのは、
あるがままの歴史を経て今あるものをね、きちんと見つめて、愛すべきは愛すべきじゃないかと、こうでなければ皇室でないとかね、皇室はこうであるべきだってことを超えてですね、実際だから男系男子派のこの本を見たってね、天皇なんてしょっちゅう2人天皇が立った時にそれぞれの天皇を担いで戦争したなんてことは何度もあるわけですよ。でどっちかを殺しちゃうと、で第何代なんて言うけど死に方がもう要するに殺されたって人もいるわけですよ結構。だからそんな平和な存在でないし、変な話だけどそんなに光り輝く存在じゃないですよ。王様の歴史ですから簡単に言っちゃうと。でもねそれを経てですね、ある時代から徳というものを大事にし、であと大事なのはね、民のかまどのね、エピソードとかね、あといわゆる民衆を大見宝っていう言葉で呼ぶんですよね天皇はね。で要するに民衆は宝であるっていうね、優れた思想をね、皇室流の帝王学の中で受け継いできてると、まあ、これがですね一つですね国民に愛されてですね、生き残っていく一つの力になったんじゃないか。そういう意識はやっぱり強いし、意外とですねやっぱりそれをきちんとね実践された天皇って国民に愛されてますよね。あの昭和天皇なんてのはそうだったんだと思いますよ。あの戦争の時代ね、あの荒人神から人間天皇になるって非常に姿を変えた方なんですけど、昭和天皇の実績今僕一生懸命勉強させていただいてるんですけど、私自身学者じゃないんで私の言ってることってのはあくまで参考なんですけども、やっぱり今日のですね、あのさっき言った憲法の話でいうと、憲法とですね今の皇室典範の中で人間としての天皇っていう方向性を推進する上で相当力を発揮したのは昭和天皇ですね。昭和天皇は面白いんですよ。自分が改革進めるために発言権がなくなっていくんです。はじめね、終戦からしばらくはもうかなり政治的な発言してね、いやこいつはやっぱり総理大臣から下ろすべきだろうみたいなことまで言ってるんですよ。言ってるんだけど、あのだんだんですね、まあ、マッカーサーにも会ったりいろんなことをしながらですね、自分の意思もある程度言いながらですね、あの初めはだから自分に全て責任と権限があるんだから、もし誰か責任を負わせんだら自分を裁いてくれみたいなことまで言ってるわけですよね。でだんだん改革してって、で、これも大事な点で、これぜひ皆さんヒントにして勉強してほしいんですけど、十一宮家の廃止っていうのは占領軍から強いられたんじゃないんですよ。天皇のご意志なんですよ。何かあったらこれ簡単で、あえて言えばね、あの皇室経済法の関係がですね大きく変えられて、皇室財産が国有財産であるということで一旦ですね国に戻させてですね大幅に処分させたんですね。占領軍のこれは命令です。占領軍の命令でした。でその中で、財政上も多くの宮家を維持するのは難しいという判断に迫られたときに、宮家を廃止するなんてことはあの言ってないわけですよ占領軍は。天皇が決意してですね、もうそれこそ4世5世になってきてる、さっき言ったですね、いろんなですね慶祀令とかそういうものにある従来伝統にしてきた5世からは功績を外れるというものに立って、もう5世になりかかってる宮家は全部ね、功績から外れてもらおうという決断をされたんです。これが事実です。ですから ある意味ですね、今いろんな問題あるんですけど、旧宮家から皇統に属する男系男子を復活させるなんていうのは、この昭和天皇が進めた改革をね逆行させることなんですね。昭和天皇のご意思をですねもう一度踏みにじってですね、昔の天皇の在り方に戻そうとする。でまして男系男子はさっき言いましたように4世までなんですよ。5世になったらもうこれ皇族じゃない普通の人なんで、そこから皇位継承者が出るって明らかにおかしい。で今の憲法で言ってもですね、身分文字でね、いろいろ差別しちゃいけないっていうのに対してですね、血が属するから、血がつながってるからということで取り立ててやるっていうのは間違いだと。でちなみに今の旧宮家の人たちって7世8世です。全然話になりません。男系男子って立場から立っても本来皇位継承の範囲に入っちゃいけない人たちなんですね。そういう実績をねしっかり勉強してない、いかに勉強してないか。で歴史学者が入ってないんですよ有識者会議に。これが問題だと思うんですよね。確か座長理系の先生だと思いますけどね、はい、だそういうことも踏まえてですね、何でもなんか偉そうな人がやったら本当のことだと思わない方がいいなって私も改めて思いました。で、僕は今逆に言ってるのはですね、歴史学者がもっとですね声を上げなきゃダメだって言ってるんですけどね、
まあ、そういう点ではですね、いろんな人が、学者もですね、普通の人もですね、おかしいと思ったことは声を上げなきゃいけないし、あくまで先ほど言ったように憲法の一条は国民の総意に基づくね、国民の統合の象徴である天皇については国民が意見を言うべきだし、国会はその国民の代表として正々堂々と議論すべきなんだというふうに思います。ということで私のお話はこれくらいにして、あと30分はですね、質疑応答の時間にしたいと思います。どうもよろしくお願いします。